さて、ここからの時間はセントレア公式応援サポーターのハンバーガーボーイズがお届けするセントレア道民割夢中になっちゃうチューブ。新千歳からひとっ飛びすることおよそ1時間45分、中部国際空港セントレアを拠点に楽しめるワクワクスポット、むしゃむしゃグルメ、グイグイショッピング情報をお伝えしたいと思います。いや、待ってました。まずセントレア道民割とは、セントレアへの航空便を往復利用する北海道在住の方に素敵な特典をプレゼントするというキャンペーンです。第1弾は、中部エリアの大人気商品赤福プレゼント中です。最高だね。もうすでにね、ゲットしたという方もいるんじゃないでしょうか。現在キャンペーン中ということですけれども、今日はですね、むしゃむしゃグルメを紹介していただける方と電話つながっていますんで、 お呼びしましょう。我々も行きましたよ。ビソンの今原さんです。おばんです。おばんです。おばんです。あ、どうもおばんです。今原です。今原さんはあれですよね、僕ら会った人ですよね。はい、お会いさせていただきました。お久しぶりです。ありがとうございました。素敵な施設に。今原さん、北海道の番組なんですけど、はい、おばんですって分かります？ね、今挨拶してくれましたけど、分からず使っております。今分からないですよね。あのこんばんはっていうこと、北海道でおばんですって言うんですよ。おばんです。そうなので、ちょっと今日は、はい、これで統一させてください。はい、よろしくお願いします。この後おばんですということはもうないと思う。もう二度とないと思いますけど。ちなみに、あの今原さん、あの、はい、今もう札幌は雪とか積もってるんですけども、はい、あの今ビソンですか？はい、ビソンです。ビソン今日気温とかってどれぐらいなんですかね？今日ね、最高でも15度ぐらいは。あ、いいな。いや、いいですね。15度か。こっちもマイナスの世界ですからね。マイナスですよ、もうダウンですよ、すごいですね。まだまだ暖かいですよ。うらやましいです。はい、でまたまたそのね、ビソンっていうの、一応表記上は VISON ビソンなんですけども、ちょっとこの放送を聞いてる方にですね、ビソンがどういうとこなのかって、ちょっと僕らもものすごいビソンって広くて、いろんな施設があったんで、僕ら行ったは行ったんですけど、多分僕ら見たのって 5% ぐらいですよね、きっと。そうですね、こんな一部、ね。ちょっとあのざっくりと施設の紹介をお願いします。はい、あの先ほどあのお名前紹介していただきましたビソンっていう施設はですね、あの美しい村という意味を込めてビソン、B が美しいですね、でソンは村、で美しい村っていう当て字になってるんですけれども、本当にあの敷地が広くてですね、東京ドーム24個分というふうにお伝えさせていただいてるんですけど、すごい、はい、もう本当に回れない、セパできるどっちも、はい、もうあの本当に広いので、そこをまあ一つの村っていうふうに見立てて、その中に、はい、9つのエリアを設けております。はい。はい、で中にはお風呂の施設、薬草湯を楽しんでいただける本草湯という温浴施設があったりだとか、それ日帰りで入れるんですか？はい、日帰りでも入っていただけます。そうなんだよ、知らなかった、ね、いや絶対いいと思う、きっと。あとあと、そうですね、あとホテルももちろんありますので、ね、まあ、北海道からでしたらぜひあのご宿泊もいただいて、ゆっくり回っていただけますし、あのホテルもいいですよ、なんか全室ビューがいいっていうか、ね、あ、そうです、マウンテンビューっていうか、ね、ほぼほぼついてますね、はい、なんか段になって立ってるんですよね。いや、とにかく、そうです、そうです、おしゃれな山の、はい、斜面のままに、はい、立ってますね、うん、であとやっぱり三重の味も楽しんでいただきたいので、うん、三重の山海の幸を楽しんでいただける、うん、あのマルシェビソン、三角の屋根のところですね、ここは、はい、ちょっと行っていただきましたよね、あれ結構な長さある建物ですよね、ずーっと、そうです、200メートルぐらいある、はい、建物で、三角の屋根が特徴的な建物になっております。建物はとにかくおしゃれだね。現地のものを売ってる場所になるんですか？例えば、はい、松阪牛だったり、アワビとかカキとか、はい、もう山の幸、海の幸の、あと果物、ね、食べ物が、そう、僕らね、はい、行った時ね、三重の、あの、みかん。おいしい。あれ、めちゃくちゃ美味しいみかんだった。車で食べようと思って、みかん買ったんだよね。でも、南伊勢みかんって書いてたかな、なんか。いやいや、そう、美味しかったんですよ。とんでもなく美味しかった。あのみかん、ちょっと、もう一回食いたいと思ったんですよ。あと3袋買えばよかった、焦ってたもんね。いや、本当に美味しかった。本当に美味しかった。美味しかった。今年はみかんが非常に美味しい年っていうふうに言ってますね。美味しい。
まあ、他にもまだまだあって、うん、まあ、スイーツもありますし、うん、あの、和美村というエリアでは日本食を楽しんでいただける、あの、お蕎麦とか天ぷらとか、うなぎ、すき焼きとか、そういった、あの、日本食のレストランも揃っておりますし、本当に食のテーマパークっていうふうにも言っていただけるような、そういう施設になっております。いや本当ね、美村ってこれね、一日じゃ足りないな、あの、だからもうさ、極端に一週間とか、いや、そう、だし、もう本当に、何回、毎回行きたいよね。中部エリアに行くたびに、ミソンまで行って楽しみたいなって、ね。嬉、はい、しいです。ホームページ見たら、あ、すいません、すいません。うん、はい、どうぞ。いや、本当に広いので、はい、一日だけじゃなかなか、お腹もやっぱりたくさん空かせていただかないと、満喫もできないかもしれないので、うん、はい、ぜひご宿泊して滞在いただければと思います。ホームページ見たら、うん、日本最大級のリゾート地って書いてあるんです。いやー、本当そうですね。東京ドーム24個分だもんね。だからもう、住むしかないんじゃない？いや、本当だよ。じゃないと。すげーよ。全部行けないよ。いや本当だよね。ちなみに今原さん、はい、僕は車で美村まで行ったんですけども、はい、交通手段ってどういう手段があるんでしょうか。そうですね、セントレアからになりますと、一旦ちょっと名古屋駅まで出ていただいて、公共交通機関ですと、でここからバスが美村まで直結している美村、直行のバスがありますので、その高速バス乗っていただくと、もうすぐに本当に美村の施設の中にバスターミナルございますので、非常に便利かなと思います。めちゃめちゃ楽。だって荷物持ってるから、俺乗り換えが一番嫌いなんだよ。いや、わかるよ。直通で行ってくれるのが最高。直通大好き。ね、レンタカーでね、行く人も1時間ちょっとぐらいで行けちゃうんで。そうですね、レンタカーは便利かもしれないですね。デイドライブでも OK だと思います。はい、そんなね、本当魅力が詰まっているビソンで使えるあるものが今回セントラル道民割の来年の1月の特典として用意されると聞いたんですけど、何でしょうか。はい、ですね、ビソンで7月にリニューアルオープンしたばかりのアットシェフミュージアムっていうレストランがございまして、はいはい、そのレストランで使えるチケットですね、700円分のチケットをご提供したいと思います。あら、じゃあなんか好きなね、一品、その範囲で。そうなんです。このレストランは、うん、アートシェフミュージアムといって、こう、シェフの料理を、こう、アート作品のように見立てた食の美術館っていうようなコンセプトでやっておりまして、ミシュランの星付きのシェフ7人を含む、全国の、はい、有名料理人。すごっ。にはい、18人に監修いただいた料理をご提供しているレストランになります。ちなみに今日現在だとどんなお料理が提供されてるんでしょうか。そうですね、例えばなんですけども、有名どころでいくと辻口シェフ、スイーツの方でも、はい、監修いただいている金箔の部屋が特徴的な辻口博信シェフが、うんうん、クレープの方を監修いただいておりまして、あとは季節のフルーツを添えたクレープがあったりだとか、あとはいつかっていう担々、うん、担々麺がすごく有名なところのお店なんですけれども、うんうん、はい、こちらもミシュランの星付きシェフのお店にはなりますけども、うん、この担々麺が非常に美味しくてですね、ミシュランの私も毎回これを注文しているぐらい結構人気の、うわー食べたい、スタッフの方が食べてるのは間違いないですね、絶対美味しいやつです、ね、ごめんなさい、ちょっと今原さん最後にもう一つ教えていただきたいんですけど、はい、そのアットシェフミュージアムっていうのは、はい、いろんなお店が集まってるってイメージですか。あ、そうです。18人のシェフに携わっていただいておりますので、はあ、18ブース、フードコートのようなイメージなんですけども、はい、その中で、お一人一品ずつ、スペシャルな料理を監修いただいたので、18分の料理とかドリンクを楽しんでいただけるような空間になっております。それはすごいわ。だって、レストランに行ったら大体シェフは一人じゃん。そうよ。それがもう、うん、それをフードコートみたいにして楽しめるって素晴らしいね。とんでもないこと考えましたね。これが来年1月の特典です。はい、はい。ぜひね、この特典1月からということですから、セントレアを利用して、ビソンにお出かけしてみてはいかがでしょうか。うん、その際はぜひ、このセントレア道民割のお得なチケットを使って、三重県のむしゃむしゃグルメを堪能していただきたいと思います。うん、ということで、この時間、ビソンの今原さん、お電話でお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。